ウィリー・エルナン・ゴメスこと、ギジェルモ・グスタボ・エルナン・ゴメス・ヘウエルは、スペイン、首都マドリード出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。スペイン代表。弟のファン・エルナン・ゴメスもバスケットボール選手。2011年に、レアル・マドリード・バロンセストと契約し、B チームで、プロデビュー。2013年に、CB ・セビリアに、ローン移籍し、 クリスタプス・ポルジンギスと共にプレーポルジンギスと共に主力として活躍し、2015年の NBA ドラフトにエントリー。35位でフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズから指名された後、ポルジンギスが全体4位指名を受けたニューヨーク・ニックスに権利が移動。ポルジンギスは指名された2015年に NBA 入りしたものの、エルナン・ゴメスはレアル・マドリード・バロンセストに復帰。 1>, 1シーズンプレイした後に2016から17シーズンより NBA でプレーすることを宣言し、2016年7月5日にニューヨーク・ニックスと契約。ニックスでもポルジンギスと共にプレーすることになった。ルーキーシーズンとなった2016から17シーズンは、ジョアキム・ノアが不傷離脱した2月以降スタメンに定着し、4月には月間優秀新人選手に選出された。 2018年2月7日、ジョニー・オブライアント、2020年、2021年のドラフト20名指名権とのトレードで、シャーロット・ホーネッツに移籍した2011年のユース世代の代表に招集され、2015年の欧州選手権でスペイン代表デビュー。見事に優勝し、2016年、リオデジャネイロオリンピック出場権を獲得した。 弟もバスケットボール選手のフアンエルナン・ゴメスで2016年の NBA ドラフトでデンバーナゲッツから15位で指名された。ありがとうございます。